はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、実際にあった質問をもとに作成ということでね、あなたはどっち派、どっちのカードでしょうということで、どっちのカードでしょうをやっていきたいと思います。パート31ということでね、今回ね、新登場しましたアイコニックのね、選手たちの質問がね、多々来てましたので、そちらを拾い上げていきたいなと思います。どの選手もね、グレード的にはね、ちょっと高めかな。中盤から高めの選手たちで、ちょっと手に入りにくいところではあるかもしれませんが、どれもね、優秀なカードということで。で、しかも今日はですね、結構更新の質問が多かったですね。やっぱりね、ここら辺の選手たちになるとね。結構ね、前の旧バージョンのカードを持ってたりとかする人が多かったりとか、今年出たカードをね、たまたま2枚被ってゲットしてしまったという人もいるみたいなんでね。羨ましい限りですが。1枚くれって感じですけどね。やっていきたいなと思います。よろしくお願いします。この企画ね、簡単に説明しますと、いつも3パターン準備してまして、それぞれのパターンでね、更新すべきかどうかとか、それか別々の選手で、例えば、ポジション的に被った選手とかがね、その、入れ替えるべきかどうかとか、そういった質問をね、受けたときに、皆さんにね、参考になるような、ものがあればですね、積極的に紹介していこうというね、企画になっておりますので、ちょっとね、初めて見る方もね、いるかもしれませんが、どういった企画なのかというのをね、しっかり見ていただければわかると思いますので、ぜひよかったらね、今回パート3まで、パート3じゃない、パターン3までね、よかったらお付き合いください。よろしくお願いします。ということでね、早速もう一つ目の比べからやっていきましょう。まず一つ目の、パターンはこちらです。ここ左がですね、小林選手のアイコニックね。新しいやつです。で、右が去年出ました、小林優選手のジョーカーですね。こちらを、どっちを使うべきですかという質問でしたね。ということで、やっていきたいなと思います。では、いつも通りね、カードグレードから比べていきたいんですが、グレードはね、まず6、大きいですね、の差がありますと。で、小林優選手の方が優勢と。ジョーカーの方ね。どっちも小林選手でしたね。失礼しました。ジョーカーの方が優勢ね。で、タイプはテクニックで同じです。で、適正ポジションも特に変わってないですね。で、あとは、能力値ね。ここは、総合力的に言うと、小林優選手のこのジョーカーの方ね、が6243で、今のね、アイコニックが5951なので、だいたい300ないぐらいは、ジョーカーの方が高いとなっております。で、使用ステータスね、確認してみますと、まずオフェチね、ここが、アイコニックが1602で、ジョーカーが1663ありますので、これも、ジョーカーの方が高いという感じになってますね。ということで、能力面、基礎値でね、判断すると、去年の方のジョーカーの方がちょっと優勢に見えるかなって感じがします。で、あとスキル構成ね、アイコニックの方がドロップ、豪快ボレー、エースストライカー。で、片や右のジョーカーが魂のゴールハンター、超絶ボレー、トリックシュートという組み合わせになってます。ここはね、射程距離とか考えたらね、ドロップシュート持ってるアイコニックの方がいいんですが、ただ、クラちゃんの面とか、なんていうかな、威力的なところを言うと、ジョーカーも決して負けてないかなっていう感じがしますね。ここは、ちょっと見方難しいですね。後でちょっと拾っていきましょう。で、チームスキルが、左のアイコニックが、フォワード全パラ強化 A に対して、右の、ジョーカーの方が、ここはスタメンオフェンス強化ね。これもこっちの方がちょっと優勢かな。で、ボナ戦なんですが、リーグに関するところで言うと、オフェンス 20% プラスと、EP30% プラスということで、ダブルセンスにね、左のアイコニックになってまして、右の方は、リーグ面で見るとね、あんまり関係ないですが、EP50% プラスが付いてるので、クラチャンはちょっと優勢に見えますかね。リーグの方を考えると、オフェンス 20% プラス付いてるアイコニックの方がちょっと良さそうですね。基礎値ではジョーカーの方がね、オフェンス高かったんだけれども、ここはちょっと逆転が濃厚ですね。というふうな、2枚の比べになっております。では、今回のですね、比べの注目ポイントをおさらい、整理していきましょう。こちらです。今回の注目ポイントとしては、まず能力値ですね。これが、アイコニックの方がですね、オフェ値が1922。これ、金オフェ計算入れて大体これぐらいだと思います。で、総合力は、5951でしたね。で、ジョーカーの方ね、これがオフェ値が1663で、総合値が6243ということで、これ金オフェ入れると、だいぶね、アイコニックの方が高くなりますね。260ぐらい、高くなる計算です。で、あとスキルについてなんですが、さっきね、ちょっと今一度触れていきましたが、まあ距離的にはアイコニック優勢かなっていう感じがするんですが、まあクラチャン面とか、まあね、別にシュート威力とかは上官も負けてないし、まあボレーもね、ワンスキルね、上なので、まあそこもちょっと良さが、はい、あるのかなと思いますが、さあ、この2つの比べですね。まあちょっと難しいですね。シーズンまたいでるとかもちょっと関係しそうな感じがするので、そこもまあ注目ポイントかな。まあ、ジョーカーが22後半で、アイコニックが23前半というのも意味があるかもしれません。ということで、じゃあ、今回のね、結論を話していきましょう。こちらです。はい、これ結論としては、リーグならばアイコニック優勢で乗り換えを考えて良いんじゃないかなと思いましたね。はい。まあ、ただですね、これちょっとね、一筋縄ではいかないとこが正直あります。はい。まずなぜかというと、まあ、ドロップシュート、ボレー、エースストライカーという組み合わせがアイコニックでしたよね。これね、結構いいんですよね。何がいいかっていうと、まあ、当然 CF として見てもいいし、なんならドロップシュート持ってるんで、ウィングの交代要員としても、まあ、面白いっちゃ面白いんですよね。はい。そう考えるとね、まあ、結構魅力的かなと。小林優選手の、まあ、右ウィングの適性もちょっと活かせるような、はい、スキル構成には若干なってるかなというところと、あとは、まあ、その、言ったら、これ一つ明暗を分けそうなのは、まあ、まずオフェンスのボナ戦があるかないかというところがまず一つ大きなとこね。はい。これはちょっと後でもうちょっと詳しく掘り下げたいなと思います。で、今回ちょっとここで先に言っときたいのが、ボレーね。これね、アイコニックの方は B なんですよ。で、片やジョーカーの方は A の超絶ボレー持ってるんですよ。これどっちがいいかっていうと、当然 A スキル持ってる方がいいんで、例えばの話、これ僕がよく言うね、ボレーの話ね。例えばじゃあ今回アイコニックがドロップシュートじゃないですか。で、ジョーカーが魂のゴールハンター持ってるわけなんですが、これそれぞれで見て、そのね、ドロップシュートとか、まあ、魂のゴールハンターで点が取れそうぐらい仕上がってたら全然いいんですが、ボレーがメインウェポンになっちゃう可能性があるわけですよね、場合によってはね。ってなった時は、ジョーカーに頼った方がちょっと良さはあるんじゃないかなというところだけ、言っときたいなと思います。なので、ボレーにちょっとこだわりが強いんだったら、ジョーカーのままでもありかなと思いますね。はい。で、あと、さっき言ったね、22後半と23前半の違い。これはね、今回のこの小林優選手の比べに関して言えば、すごく大きく影響してきて、何かというと、クラブリンクですよね。これなんでクラブリンクがそんなに大きな影響があるかというと、まあ、ブーストプラスで、例えば現所属の川崎でクラブリンク使ってました。となった場合ですよ。これ、ボナ戦 20% の差と思われて、さっきのね、計算も 20% で出してるんですけれども、これ 30% になりますよね。で、ソックス入れると余計に開きますよね。もうなんなら 60% 開く可能性もあるわけですよね。ソックスレベルマックスまでいけばね。というところもまず考えないといけないし、あとはブーストプラスの影響ね。これ300ぐらい能力値低いって言いましたけど、これが帳消しになりますね。はい。ということで、このクラブリンクが川崎の人は特に乗り換えるメリットはリーグ面で見たら大きいと思います。はい。まあこれボナ戦がプラスセンスというのもでかいんですけど、だからもうプラスになっちゃうと、それこそどんぐらいいくんかな ?1600 あるんだったらもう2000手前かな ?2000 ぐらいまで、まあいくと思うんですよね。それってすごく大きくて、まあ言ったら差がね、もう340差とかになっちゃうんで、それこそね。それは結構大きな差だと思うんでね。はい。で、ここにね、まあその純粋な 30% というよりは、まあソックスとか入れてね、もうちょっと上げる人多いでしょうから、まあもっと言うと 400% とか 500% とか、400とか500とか、まあ変わってもおかしくないわけですよね。だから特に乗り換える価値は、まあ、リーグ面で見ると出てくるかなと思います。で、クラちゃんを考えるんだったら、まあ難しいところでありますが、まあ僕だったら、まあジョーカーのままでもいいんじゃないかなと思っちゃいますけど、別にでも乗り換えても悪くないです、これも正直。言ったらね。まあ EP の差が 20% はあるんですが、ただこの 20% の差はどう見るかかな。まあ正直言ってグレー、スキルグレードも落ちてますからね、ABB にね。なので、まあそこも考慮すると僕だったら、まあ、EP 優先だったらクラちゃんかな。クラちゃん、ジョーカーの方かな。まあそういった結論になると思うんで、まあリーグならアイコニック優勢で、クラちゃんならジョーカー優勢と言っときましょうかね。で、今回は、まあそのね、年度をまたいでるということで、まあ新年度になったカードのね、特徴とかが、まあ強くね、こういったね、比べに出てくるところなので、まあそのクラブリンクの関係とか、特にね、旨味がある人は乗り換えを、まあ前向きに検討してもいいんじゃないかなと思いましたね。はい。ということで、まあ結論として出しておきたいと思います。まあ似たようなね、状況に、まあ皆さんがね、これ見てる皆さんが、まあ全く同じ小林選手じゃなくてもね、悩むことがあるかもしれませんので、まあそういった時のね、ぜひ解決の参考にしていただければなと思います。まあ、だから去年のカードと今年のカードを比べるときは、クラブリンクのそのブーストプラスの影響とかも結構あるので、まあ、同一選手であっても、そういった対象になる選手は、こう、後半の、今年の方が有利ね。うん。まあ、それは念頭において考えていいんじゃないかなと思いましたね。まあ、それが結構顕著に出た比べだったかなと思います。はい。じゃあ続きまして、2つ目の、パターン見ていきましょう。こちらです。はい、ここ左が、古賀太陽選手ね、柏レイソル所属の古賀太陽選手のアイコニックプレイヤー。右がキャプテンですね。はい。これは同年度ですね。23シーズンの限定になります。まあ、これは、まあ、シチュエーション的にはね、古賀選手ね、手に入れてたんですが、これね、被っちゃいましたというパターンですね。まあ、これどっち使うべきですかっていうね、まあ、質問になるかなと思います。では、ここもね、比べていきたいんですが、まずグレードはね、1だけアイコニックプレイヤーが90と89なので有利になってます。で、タイプはテクニックで同じのと、まあ、あと適正ポジションも当然同じですね。はい。で、能力値。まあ、ここはね、総合力、アイコニックのがね、1高いんでグレードがね、まあ、128かな。高い数値になっております。で、主要ステータス。まあ、ディフェンダーは一応スタミナと、まあ、ディフェ比べてみましょうかね。まあ、ディフェ値に関してはアイコニックが1439かな。で、キャプテンが1489か69だと思うんですが、どれぐらいでしょうちょっと待ってね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと見えませんね。ちょっと写真の方で確認してみましょう。1439と1489ね、50ね。はい、50ディフェ値高いですね。で、スタミナ値はね、ちょっと差がありまして、まあ、ここも、左のアイコニックが1037で、右が957なので、ここ80差ありますね。これは、アイコニックの方がスタミナ値は高いとなっております。ので、まあ、若干ね、違いがあるかなというところですね。はい。で、あと、能力値はそれぐらいにしといて、あとはスキルですね。はい。ここはアイコニックがダイナミックインターセプト、ハードタックル、フィード。だから、まあ、A のスティールと B のタックルね。で、レイソルの、ボロボロやな。キャプテンね。キャプテンの方がピンポイントタックル、インターセプト、フィードなので、ここは A タックル、B スティールですね。なので逆ですね。はい。全く逆になっておりますと。まあ、この違いはちょっとありますね。はい。で、チームスキルはどっちとも、ディフェンス&ゴールキーパー全パラ強化 A で一緒です。で、ボナ戦も全く一緒ですね。ディフェンス 20% プラスと EP30% プラスのダブルセンスと両方なっております。はい。ということでね、ほとんどね、五分。五分ですよね、これはね。もう違いといえば、まあ、スキル構成ぐらいかな。あとは、まあ、能力値にね、若干の偏りがあるぐらいかなっていうところなんですが、まあ、これどっち使うべきですかっていうね。まあ、ここはなんかスキル面がすごくね、影響ありそうですかね。まあ、タックルが A の方がいいのか、スティールが A の方がいいのかみたいな感じですよね。はい。ここについてがちょっと中心になりそうだなというところで、まあ、今回のね、比べの注目ポイントを見ていきましょう。こちらです。はい、今回の注目ポイントなんですが、まず能力値ね。まあ、これちょっと、計算しておきますと、アイコニックがディフェ値が1727。これ金ディフェ込みですね。で、スタミナが1037。で、総合が6078。で、キャプテンの方がディフェンスが1787。これ金ディフェ込みですね。で、スタミナが957。で、総合値が5950という数値になってます。で、スキルについてはね、まあ、個人的にはね、ほぼ差はないと思っていいと思いますね、ここね。まあ、どっちも強いということですね。まあ、これはもう A タックル、B スティール、どっちがいいかっていうのは好みで結構はっきり分かれますが、僕はね、難しいね。まあ、どっちも使ったことありますけど、どっちもなんか良さがあるからね。個人的には、まあ、そうね、タックルの方が好みっちゃ好みなんかな。でもまあ、ちょっと状況によって変わりますね。まあ、例えばなんし、スキル強化がついたら僕は正直タックルよりもスティールの方が強化される、なんていうかな、ありがたみがわかると思ってるんで、仕上がりがいいと結構スティール使っても面白いんじゃないかなと思っちゃう派なんだよね。まあ、現にね、まあ今僕、左サイドバック、去年のフォーカスの、二見選手のね、キラー画面とか使ってますけど、まあ、結構やっぱ狩るんでね、てか、狩る率が結構上がるんですよね、スキル強化つけるとね、なんかすごい強化されたように感じちゃうので、タックルって結構狩ること多いんですけど、スティールはね、結構なんか顕著に出るような気がするので、スキル強化とかついたら、正直ダイナミックインターセプトとかいう、そのね、A のスティール系のがちょっと好きな部分は正直あります。でもここは好みだと思います。まあ、どっちも強いと思うんでね。はい。さほど大きな差はないと思っていいのと、まあ、あとは、これはもう結局自分の立場になった時は、まあ、どっちが好きかなって決めたらいいんじゃないかなぐらいの差だと思います。まあ、どっちをとっても間違いじゃないんでね。はい。気楽に考えればいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、結論をね、ここから申し上げていきたいんですが、今回ですね、すでにね、キャプテンの方がね、先に出た限定ということなので、キャプテンを育成しているのであれば、個人的にはそのままでもいいんじゃないかなと思っちゃいますかね、ここはね。例えば、キャプテンからアイコニックに乗り換えるってなったら、3割カットを受け入れないといけないわけですよね。さっきのカードの比べ見てもらったらわかるんですけど、3割カットを受け入れるような、感じではないような気がするんですよね。だからしかもそんなに大きな差異がないので、どっちも取っておくというよりは、どっちかに絞った方がね、そのセンス厳選とかに使った方がいいんじゃないかなと個人的には思っちゃうので、キャプテンを育成している立場だったら、そのままキャプテンにもう混ぜちゃうかな。アイコニックの方ね、グレード1高いけどね。言ったらキャプテンの方がディフェンス高いとかあるんでね、メリットはね。個人的には3割受け入れる方がちょっとデメリット要素大きいかなと思って、そうしちゃいがちですかね。同じようなパターンになるとね。はい。で、あとはね、ただ今から用意どんで育成する可能性もあるわけですよね。キャプテンを育成しようと思ってたんだけれども、アイコニックを引いちゃったよという可能性もあるので、そういった場合どうするかなってなったら、やっぱりね、一つね、ディフェ値はね、そんなに変わらないと思うんですよね、当然ね。でもスタミナ値はね、80ぐらい差があったわけですよ。ってなったらどういうことが考えられるかっていうと、じゃあ、古賀選手を右サイドバック、左サイドバック、センターバック、どこで使うかは、その時次第だと思うんですが、仮に、じゃあ、そのポジションで使ったとして、交代を考えますかっていうところまで考えていいんじゃないかなと思いましたね。で、あとは、ただ、80高いって言っても1000ちょっとぐらいだったんで、センスとかにもちょっとよるかな。例えばの話、金スタ持ってますとか、銀スタ持ってますとかだったら、スタミナ値高い方優先してもいいんじゃないかなと思っちゃうんですよね。で、1試合使うっていうね、選択をして、他のね、ところで交代が効くようなね、ポジション、余りが1個できると思うんで、そっちの方がチーム的に見ると、良さそうな気もするし、じゃあ、そうじゃなくて、もうサイドバックとかで使ったとしても、交代は前提で考えますよって言ったら、ディフェ値の高いキャプテンを使うべきじゃないかなと思っちゃうので、チーム状況とか、そのセンスのつき方、スタミナがどうかというところが、ちょっとね、大事なところかなと。ディフェ値はどっちも高いんでね、それなりにね。そこはさほどの差は気にならないところでありますが、よりチーム状況によって、そのスタミナ値を取った方がいいのか、ディフェ値を取った方がいいのかっていうのは、選んでみても面白いんじゃないかなと思いますね。今から用意どんで育成しようと思ってた場合ね。ただ育成してる場合はもうキャプテンをそのまま使った方がいいというね、結論を出しておきたいなと思います。しかもね、大差はないんですよね。しかもどっちもね、強い。普通にどっちも強い。なので、そんなに深く悩まなくても、正直勢いで決めてどっちかに、例えばの話もキャプテンに決めるとか、アイコニックに決めるとかも、はい、決めたって言っても、どっち選んでも正直それなりに強さは出るし、そんなに大きな差はないと思うので、個人的にはそんなに深く悩むというよりはもう直感とかで決めちゃってもいいと思うし、さっきみたいにタックルとスティールどっちがいいかな、みたいな感じで決めてもいいぐらいの差だと思います。ぐらい、ほぼほぼ一緒のね、強さのカードなので、個人的にはここはもう、はい、そんなに悩まずに、スパッと、決めてしまっていいんじゃないかなと思います。アドバイスするとしたらこんな感じかなと思いましたね。シチュエーションごとに分けるとかだったらね。はい、ということでいいんじゃないかなと思います。で、あと一応ね、クラちゃん目当てだったらね、A にね、裏30乗ってる、ダイナミックインター乗ってる、アイコニックの方が良かったりとか、するかもしれませんね。若干の差ではあると思うんですけどね。はい、そこは大事かなと思います。はい、じゃあ続きまして3パターン目見ていきましょう。こちらです。はい、左が、ファジアの岡山のヨルディバイス選手のアイコニック。で、右が同じく、ヨルディバイス選手のキャプテンですね。ここもね、くしくもね、アイコニックとキャプテンのね。結構被ってる選手多いですけどね、そもそもね、そういった比べになっておりますということで、これもセンターバックとして使うときにどっちがいいかというね、相談を受けてます。ので、やっていきましょう。じゃあまずグレードね、ここは94と93ということでね、1アイコニックが高いですね。で、タイプはパワーで同じ。で、ポジションもセンターバック1本で同じですね。はい。で、能力値なんですが、左のアイコニックプレイヤーが総合値は6468、片や右の、キャプテンが6426ということで、ここは差はないね。42か。42アイコニック高いね。はい。で、あと能力値なんですが、ここはですね、まず左のアイコニックのディフェ値が1573かな。で、右の、キャプテンが1630あるんですよね。なので、これキャプテンの方がね、基礎値は高いんですね。80までいかないかな。60いかないぐらいかな。50、57かな。はい、高いと思います。で、あとスタミナ値もね、ここちょっと一応比べておきたいんですが、スタミナ値はこれアイコニックが、ちょっと待ってくださいね。ちょっと字がね、潰れててね、1188。で、片や、キャプテンが1140なので、ここはアイコニックの40逆に高い数値となってます。まあ、ここもさっきの古賀選手の比べと似てますが、まあ、それぞれね、どっちかがディフェンス高くて、どっちかがスタミナ値高いみたいな感じになってますね。はい。で、あと、スキル構成見ていくんですが、これ94の方ね、アイコニックの方が、ソリッドガーディアン、ヘディングクリア、インターセプト。で、片やキャプテンの方がガーディアン、ヘディングクリア、ピンポイントフィードということで、ここはね、明確な差がありますね。はい。ここは何かというと、スティールがあるかないかね。まあ、これやっぱでかいですね、センターバックね。ということで、これはちょっとね、まあ、スキル面で見ると、アイコニックプレイヤーの方がだいぶ有利に見えちゃうかなと思います。で、あと、チームスキルに関してなんですが、ここアイコニックの方がディフェンス&ゴールキーパー、全パラ強化 A。で、右のキャプテンがスタメンディフェンス強化10なので、A なので、A でもないね。強化プラスなので。はい、ということで、はい。強化プラスでもないね。もうちょっと待って。スタメンディフェンス強化ね。はい。ということで、右のキャプテンの方がいいね。はい。で、ボナス円なんですが、左のアイコニックがディフェンス 20% アッププラスと EP30% アッププラスね。で、片や右が、EP のね、これ金 EP なんで、EP50% アッププラスね。はい。ということで、まあ EP 名で見たらキャプテンの方がいいですが、まあ左の方が、まあディフェンスも上がるし、EP も 30% 上がるということで、まあリーグ面で見ると、左のアイコニックの方がちょっと強めに見えるかなっていう感じですね。はい。で、ここちなみにね、質問の時にね、今回ね、リーグで使うんじゃないという話を受けてました。はい。まあ、クラチャンでね、使ってると、バイス選手をね。で、これは乗り換える必要がありますかっていう質問だったんで、これちょっと面白いなと思って拾い上げたのはそこにありますね。はい。これリーグってなってくると圧倒的に左の方がいいんですけど、クラチャンってどうなんだろうっていうところを、まあ、ちょっと考える人もいるんじゃないかなと思うので、まあ、そこをね、ちょっと一緒に考えていけたらなと思います。はい。ということでね、今回の比べの注目ポイントなんですが、まあ、ここは能力値については、計算入れると、アイコニックがディフェンスが1828、で、スタミナが1188、総合が6468、で、キャプテンの方がディフェンスが1630、スタミナが1140、総合が6426っていうね、数値になってます。ということで、ここ、ボナスを入れると、ディフェンスの高さもね、逆転して、で、あと、スタミナもね、アイコニックの方が高いということで、能力値はもうアイコニックの方がだいぶ優勢ね。てかもう優勢ね。まあこれ見る限りね。はい。だいぶ優勢と言えるでしょう。であとスキルについてはね、スティールあるなしの差とかがありましたが、もうリーグで見たら特に顕著に差が出てきまして、ここはアイコニックの方がよく見えますね。というところですね。はい。ただまあ今回リーグの話もちょっとしますけど、クラちゃんの話もね、ちょっとね、結論で出していこうかなと思います。では結論見ていきましょう。こちらです。はい。リーグならばアイコニックが断然いいということで、まあ、ここはもう、まあ、迷わなくていいんじゃないかなと思いますね。はい。で、クラちゃんでもね、これね、実はアイコニックのがね、おすすめかなと思いましたね。はい。まあ、ただね、これね、まあ、僕の主観でしかないんで、まあ、ちょっと詳しく話しますけど、まあ、リーグはね、もういいと思うんですよ。スティールがあるなしがすごく大きくて、で、能力値もボナセンとか入れると、あんだけね、まあ有利に見えてというところで、もうアイコニック一択でいいんじゃないかなと思うんですが、ただね、これクラちゃんってなってくると、これ金 P プラスあるんですよね、キャプテンの方ね。ということで、キャプテンが有利っちゃ有利に見えるんですよね。で、この 20% の差が一応あって、これソックス入れると倍になるので、まあ片やね、まあ例えばクラブリンクあったとしても 40%、80% と 120% なので、これ 20% 差開いて 40% 差になるんですけれども、まあ個人的には、その、まあ、ソリッドガーディアンとガーディアンの違いがあって、ここに裏 EP が 20% 差があるとか、あとはスキル構成の結局、まあ、強さの部分、まあ、ヘディングクリアとインターセプトの強さの部分を考えると、個人的には、まあ、総じて言うんだったら、確かに単純に稼ぐだけだったら、キャプテンの方がちょっとよく見えるんですが、まあ、個人的には、その、やっぱり、クラちゃんとはいえど、まあ、やっぱりね、能力値もね、まあ、求めれるんだったら僕は求めた方がいいんじゃないかなと思っちゃう派なので、まあ、やっぱり、そうね、それだったら、うん、アイコニックのが結局なんかよく見えるかなっていう感じがしますね。はい。まあ、ただ単純にもう稼ぐだけ稼ぎたいという人は、まあ、金 EP プラスのそのソックス入れたりとかしてる人はね、まあ、キャプテンのままでもいいんじゃないかなというところと、あと、ただこれね、まあ、ソックス問題あるんですけど、例えばこれソックスもね、3割カットの対象になるので、例えば今キャプテンでめちゃくちゃもうソックス入れて使ってると。で、ね、今回アイコニックを引いちゃったという人だったら、まあ、当然その3割カットってソックスになると結構枚数でかいんで、まあその乗り換える時期とか、例えば今手元にそのソックスとか結構課金する人とかで持ってて、まあ、補える分ぐらいの即数出せるとかだったら、まあ、乗り換えてもいいんですけど、ただもうすでに振っちゃってるんだったら、僕はね、それだったら乗り換えなくてもいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、3割カットがデメリットがでかいからね。だから、まあ、そういう状況とかによってもちょっと変わりますけど、単純な比べだったら、僕だったら、まあ、クラちゃんでもアイコニック使いたいかな。まあ、結局その、クラちゃんって、まあそのね、その試行回数すごく重ねるんだったらいいんですけど、まあやっぱ連勝ボーナスとかも乗ったりするんでね、ある程度強さを求めておいた方が効率は個人的にいいんじゃないかなと、まあ、思っちゃう派なので、僕だったらその強さの部分もちょっと見つつ、まあそのね、EP の稼ぎ方も見つつ、で、ソリッドガーディアンの部分も見つつって考えると、まあクラちゃんでもアイコに行くのがちょっといいかなと。思っちゃうのはそこにあるかなと思います。まあ単純に稼げばいいって考えるんだったら、まあね、ソックスレベルマックスまで入れて 40% 差が出るので、まあキャプテンのままでもいいのかなと思いますね。はい。ということで、まあそういったところのデメリット要素とかも考えつつ、まあクラちゃんリーグね、まあリーグはもう圧倒的アイコニックでいいと思うんですけど、クラちゃんの部分はちょっと考える必要がね、まああると思うんでね、そのデメリットを受け入れる価値があるかとかね、まあその人によってそれぞれね、やっぱ変わってくるので、そこはね、ソックスレベルマックスとかまで入れたらね、相当な痛手になるので、まあそこはね、自身の余裕とかと考えて、まあ考慮して上でね、まあ乗り換えるかどうかしっかりと考えた方がいいかなと思いますね。まあそれはリーグでもクラちゃんでも変わらないんでね、まあここはしっかりと考えるべきだと思います。はい、ということでね、今回パート31のね、はい、どっちのカードでしょう？行っていきましたが、いかがだったでしょうか？まあ、個人的には結構ね、まあ、質の高い、まあ、選手の更新すべきかどうかという話だったので、まあ、やっぱね、更新するべきかどうかというところは、特にね、その、毎年いいカードが出てる選手になると、もう絶対悩む、きっかけになると思うんですよね。てか、いずれにしろ誰かしらがね、まあ、その、全く同じ選手の更新じゃなくても似たような更新で悩むことがあると思うので、まあ、ぜひね、考え方の役に、まあ、立てていただければ、まあいいんじゃないかなというところで、今回ね、ちょっとそこに絞って集めてきました。まあもちろんね、この他にもね、質問を受けたりしてるので、まあ動画にすることあるかもしれませんが、まあちょっとね、最近、減点の出とかが激しいので、まあなかなかちょっとそういったね、こういったなんていうかな、更新の合間に作る動画っていうのが、まあちょっと進んでないところもありますが、まあなるべくね、拾えるタイミングで拾ってやっていきたいと思いますので、まあぜひね、質問があったらね、ぜひコメント欄に質問いただいてもいいし、まあ Twitter のね、DM 当てでもいいし、まあ、X の DM 当てでもいいし、まあね、コメント欄でもいいし、ということで、まあ、どこでね、質問を受けてもね、動画にする可能性ありますので、まあ、ぜひね、何か気になることがあったら、ぜひね、質問待ってますので、よろしくお願いします。では、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。